はい、あこげの時間です。今回はカポ特集です。はい、いろんなカポを集めたのを紹介してみたいと思います。はい、一番最初はもう一番古いカポですね。もっとこの前にゴムのカポがあったんですけど、僕はこれ20年か30年ぐらい前から使っていた感じで、こういう風にしてここにこう入れてバタンと締めてこういう感じです。上と下はどっちでもいいんですけどね、こう書いてこれのいいとこはね、取るときにパンと取るんです。パンと取るんです。まあこういう感じのいいとこありますね。名前は何て言うのかな、ちょっと忘れたな。ダンロップですね。ダンロップって書いてありますね。ダンロップのカポです。はい、次はダダリオですね。ダダリオって書いてありますね。こんな感じで、ここをこういう風にこう締めてこう締まるとか。これはいいとこはですね、これをこう締めていくと、ここがこうしっかりこう均等にこう締まっていくので、すごくいいんですね。こういう風にしますよね。で、こう締めていって、こう均等にこう締まっていくんです。で、これでこういう感じです。こんな感じです。ただこれは片手で取れないんですよね。これやっぱこれ両方両手で取らなきゃいけないって。これだいたい1000円から1500円、2000円前後だったかな。まあ2000円もしないぐらいですね。はい、次は何に行きましょうか。これはね、ガットギターの時のカッポなんですけど、よく見てわかりますかね。ここをね、ちょっと補強して、アコースティックにもできるようになって、ここをね、つけたんですよ。このもう一つこうゴムでつけてですね、これを両方ガットギターも全部できます。エレキも全部できます。多分ちょっとこう強力になってます。元来はガットギターの方のカポなんですけど、カポをちょっと補強してやりました。何が違うかというと、これがですね、ガットギターなのであんまりこう強くなくていいんですけど、これはガットギターじゃなくてこうアコースティック機体にしたんで、これでも結構幅がありますので、エレキもガットも使える。ちょっとこう広いんですよ、普通に比べてね。これに比べてちょっとこう広いっていう感じですね。分かりにくいかな。はい、は変わったとこといえばローリングカポですね。こういう感じで、ローリングできるんですよ。ちょっとやってみましょうか。こういうふうにこうつけてですね、これをよいしょ、こういう風にすると裏がこうなっていて、ね、これをこういう風な感じで、ローリングしていくと、歌いながらこれを歌いながらこういう感じでヒュッとこうやってどっちでもいい。右手もできるし、右手でプッてやる人もいるし、いるんですよ。こうして弾きながらこういう感じでスッと、か左手でこうやる人もいます。原理はですね、こうゴムじゃない、バネになってるんですね。こうバネになっていて、こういうふうにこうね、ここでここがこういうふうになってるので、こうスライドしやすいようになってるの。ほら、こういう感じで、こういう感じでスライド。興味のある方はローリングカポで多分ね、いろんな出てくると思うんですよ。こうすごく上手い人がいてね、例えば転調とかするときにパッとやったときにね、でもこれちょっとこれね、やっぱり練習はいりますね。こうなっちゃいますので、これをこうちょっと真ん中にしなきゃいけないんで、こういう感じ付け替えるのは、ここをこういう風にして付け替えます。こういう感じでついていると、ローリングカポですね。はい、次はカイザーですね。これはね、ワンタッチでできるんですけどね、女性はちょっと難しいかもしれないですね。左手でやると難しいかな。こういう感じになって、ちょっとこう見た目がこうね、ちょっと、福山雅治さんがやっていた感じですね。これもですね、ちょっとこうさっとこう慣れればパッとできるので、ワンタッチとしてはいいですし、使わないときはここにこう感じで、刺しておくので、これはもうステージで使うのには、使い勝手がいいカポでしょうね。さっとこういう感じです。こういう感じ、ちょっとこうきつい感じです。カイザーです。
これものは2000円以内ですね。はい、次は行ってみたい。これはシャブですね、こんな感じになっております。こういう感じですね、どういう風にするかといったら、ここですね、こういう風にして、こういう風にして、ここで後ろですね、ここでこうカチャンと、分かりますか、ね、これはですね、これをこういう風に感じでカチャンとして止めると、こういう感じで止まります。気をつけなきゃいけないんですが、このゴムをね、ここの部分をしっかりこうね、幅が狭いので、こんな感じでつける。これのいいとこはですね、このやっぱりこう均等につくということと、あとここですね、こうネジがあって、こういうギターによってネックが違うでしょ。ネックが違うとこでもこれでこう調節ができるんですよ。このここで強くしたり、ね、柔らかくしたりするので、非常にまあギターにもね、弦にも優しいという感じ。これがね、結構あの、まあ、ここをね、テコの原理でこういう風にこうやっていくので、まあ、こうここまで来て、こうここまで来たらちょっと緩んでしまうので、こうどうかなというのもあるんですけど、今こう多分僕一番これ使ってますね。これが一応もう、まあ、信頼度が一番、僕にとってはあるかもですね。はい、これシャブという。シャブと言ってもですね、SHUBB ですね。これが大体2000円前後しますね。この中だったら、ローリングカッポが一番高いのかな。3000円前後したかな。一番高いです。次がこれですね、シャブです。あとは大体同じような感じですけどね。これはあのつけるときに両方こう両手がいるので、ね、片手でやるんだったらこのカイザーですね。カイザーが一応片手でプッとできるので、からカイザーと、あとこれがです、こういう感じですね。これが楽です。ただこれはちょっとこう締まり具合がちょっと弱いですね。だから一番締まり具合がいいのはカイザーかな、カイザーいう感じですね。はい、まだまだたくさんあるんですけどね、まあ一応こんな感じのね、僕の使った、加工を紹介していました。おすすめというのは特にはないんですけれど、あとはあのそのネックによっては変えてはいると思いますね。なのでここらなんかちょっと狭いのでね、あと他にはあのエレキ用とかあのガット用があります。これはだいたいガット用です。あとはフォークギター用ですね、アコギ用になってます。別にアコギ用でエレキを使っても悪くはないですけど、やっぱあんま締まり具合があんまりきつめに締まるというのが、まあそういったのでね、まあ一応まあジャンルは分かれていると思います。このローリングカップはちょっとか、これちょっと異色なんですね。このフレットをこういう移動するやつなんで、まあ異色ですけど、大体まあここらで、使っているのは一応まあ僕はこれが一番多いですね。あとこれかこれですね、これかこれが、この2つが多いかなっていう感じですね。まあ楽なんですね、楽なし、これがこうしっかりこれが止まるし、これはこれもいいんですよ、いいんですけど、ちょっとこうね、めんどくさいかなっていう感じがします。これはまあ例外ですけどね。あとはこういった、エレキとか、今は、ガットギターとかエレキにこれを使っています。若干これカイザーに比べて、そのバネが緩いんですね。バネが緩いとどうなるかというと、まあアコギにはちょっと良くないけど、ナイロン弦とかにはいいでいいという感じですね。これはもうぴったりこうしっかりこうはまりますので、カイザーもおすすめですね。まだたくさんありますのでね、よかったらまあこういった友達とかと一緒に、なった時にはどんなカップを使ってるのか、ちょっと使わせてみたりね、してもらうのもいいんじゃないでしょうか。おすすめ的にはやっぱりこれかこれかですね。はい、参考になっていただきましたらいいと思います。まだの方はね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いしたいと思います。またこれからね、アクギとかいろんなことをやっていきたいと思いますので、また、アクギの一眼 J チャンネル見ていただきたいと思います。ではまた、アコギの時間でした。